皆さんこんにちは。トレモロ副音ハーモニカのことなら私にお任せ。トレモロ副音ハーモニカ奏者の岩間明美です。今日も楽しく音を出していきましょう。楽しく吹けるハーモニカレッスン、岩間明美のハーモニカ吹けたよ吹けたよ。トレモロ副音ハーモニカにはいろいろな奏法があります。出したい音1音だけ加えて出す奏法をパッカー奏法と言います。このパッカー奏法は口元を小さくつぼめて出したい音1音だけ加えて音を出します。穴を3個から5個加えて出したい音の穴を開けて残してそれ以外の穴を舌で塞ぎながら出す奏法をタングブロック奏法と言います。トレモロ副音ハーモニカを楽しむにはこのタングブロック奏法をマスターするところから始めましょう。トレモロ副音ハーモニカは舌を使った奏法というのがいろいろあります。またいい音を出すにはこの舌の置き方だったり角度だったりっていうのがとても大切になってきます。舌の動きを自分でこう把握するっていうのはなかなか難しい。歯医者さんに行った時にこう舌をね、どこに置いたらいいのかなってたまにこう一瞬迷うことがあったりしませんか？そこで今日は舌の動きを、滑らかにする、動きやすくする、自分でどうやって動かしているか分かるようにするために舌のエクササイズをしていきたいと思います。それでは始めていきましょう。まず舌先を上顎に当てる、そう。それから下顎に当てる、はい。上顎、下顎、上顎、下顎、はい。それから次に右のほっぺた、左のほっぺた、もう一度右のほっぺた、左のほっぺた、そうです。思うように舌が動かせますか？じゃあもう一度いきます。右のほっぺ、左のほっぺ、ちょっと強く押してこうほっぺたがポコッと出るくらいがいいかな。もう一度右ほっぺ、左ほっぺ、そうです。じゃあ今度は右の口角、こう唇のこの端っこね、口角に舌先を当てる、そうです。左、そう、右、左、 OK です。では次に舌を歯で軽く挟んでみてください。こんな感じです。歯並びに沿って舌の力を抜いて歯で軽く挟んでみてください。歯並びに沿って舌がふわっと広がるとベストです。緊張してるとなかなかできないと思うんですけど、力を抜いて力を抜いてやってみてください。次は舌先だけを歯で
軽く挟んでみます。舌先だけです。軽く歯で挟んでみてください。先ほどよりも舌の広がりはなくて細くなってるはずです。タングブロック奏法をマスターする第一歩、舌のエクササイズをお送りしました。鏡の前でエクササイズすると自分の舌の動きがよく分かってためになると思います。ぜひチャレンジしてみてください。それでは次の動画まで。またねー。